めちゃめちゃ怖い。看板。どこにあるんだろう。向こうのところなのかな。ゴミ捨て禁止地、不法投棄、こっちなのかな。ペンションっぽいのが出てこないんだよね。いやでもここ行けないしな。今回は愛知県田原市の心霊スポットペンションマリーナの近くに来てはいるんですけれども、ちょっと街灯の場所がわからなくて、地図上だとこっち側に多分あるんだろうなと思って歩いてはいるんですが、どこにあるんだろう。ここかな。目撃者を探しています。令和5年2月26日頃、不法投棄防止用カメラの盗難事件が発生しました。目撃された方はご連絡ください。田原市役所廃棄物対策課。すげえ、監視カメラパクるってあんだ。あ、ここかもしんねえ。こっちかな。どっちなんだろう。あ、ここにも怖い看板ある。じゃあ向こうかな。あ、すげえ、ライトがついてる。この道行けばあるのか。なんだろう、このか。あ、ボスチロールか。あれだ、あれだ。一人はこういう廃墟怖えんだよな。しかも今小雨降ってるんで、すげえ雨音がするから余計になんかガサガサっていう音と雨音が混じってすげえ不気味なんですよね。あれがペンションマリーナだとは思うんだけどな。よし、ライトはちょっと怖いんでマックスで。これですね。うお、だと思うんだよな。じゃあちょっと何この音。UCC の自販機。これでこれのライトだと雰囲気あるよな。
リン。落書き。お邪魔します。洗面台。以前よく自分の動画を見てくれてる友人からまあ貴重な意見をいただきまして、おかけまあその意見っていうのが他の心霊スポット行く怖いって思うような動画と自分の動画を見比べてくれたらしいんですよ。で、それで一番思ったことっていうのが、まあ、個人的には昔500ルーメンの懐中電灯使ってて、まあ、やっぱり暗くて見えづらいなっていう時があったんで、まあ、足元は危ないしっていうので真っ暗な道歩くんだからこそ今新しく使ってるやつにライトの明かり調節できるやつで明るくできるやつに調節したんですよね。やっぱそうすると逆に動画で見る側からすると明るすぎちゃって、まあ、はっきり見えるからこその怖さが半減するからもうちょっと暗い状態で撮った方が足元の話悪いないいんじゃないっていうのを言われたんで、今回はねその時々に合わせてライトをねちょっと調節して撮影できればと、ちょっと新たな、おなんだこれ上からコードが垂れてる、心の身のもとまあやってはいるんですけどね。でもそうするとね自分の撮影してる自分の方も足元とかがちょっと見えにくくて、そこがちょっとね正直好きぶっ壊されるネックっていうのは全部ぶっ壊されてんじゃんあるんですよね。何なんだろうこれ、あここが扉で部屋だったのか、こういう作り方怖っ。いや古い扉とか開けるの怖いな。まあそういうのもあってね、あでもここ外だ、どういう作りなんだろうよくわかんないなこのテンション。海の見える部屋だったのかな。あ浴室でも部屋数はねこれ結構ありそうですよね。だから栄えてたのかまた浴室、正直まああんまこういうこと言っていいのかわかんないんですけど、ペンションって何っていうところなんですよね。あこれは何なんだろう、自販機かな、わかんないな、冷蔵庫かもしれないな。ペンション民宿とかホテルとかの違いは正直何？
まあ、平屋なの。おお、行けねえのか、ここ。まあ、わかんないですけど、まあ、きっと部屋数だったり、なんだろう、部屋数とか、あと言えるというのは建物の構造で何階建てとかっていうのなのかなとは思ったりはするんですけど、別にペンションって言わなくても民宿とかでもいいような、横文字わざわざ使わなくてもとは思っちゃうんだよね。あ、そうか、これ異様に明るいと思ったら携帯のライトもついてるか、だからより2つでライト照らしてるっていうので明るいのか。すげえ壁倒れてきてる。雨降って湿度高くて、何、あれ、何、鳥、あれあれ、何、何、なんかいるべ。何なんだろう。あ、鳥じゃん。わかっかな。おおおお。ハロー。へえ。一羽だけでいるんだ。びっくりした。あれ、ライトでも飛ばなくなった、離れちゃったのかな。あ、入り口に戻ってきたのか。危ねえな、足元。2階のない平屋なのかな。でも波のも、やっぱこれは怖いよな。うん。あ、すごい。なんか、監視カメラ。あれ、あ、まだ行った、鳥さん。見えるかな。何も話しなくなっちゃった。あ、この奥。この足が悪いところまだ見てねえのか。これ。あ、消火器。あ、これが。なんかもな。これは冷蔵庫なのかな。一応部屋とかは見れたのかな。びっくりした。どうしたっけ、俺の音にびっくりしちゃったのかな。すまんの。あれ、ここで良かったんだよね。もう違う出口なんだ。あーってなって、なさそう。よいしょ。
動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。